大規模で大量の農作物泥棒が大変増えているそうであります。梨1100個であるとかですね、小松菜8000株であるとか、とてもとても単独犯、一人の犯行ではないというですね、農作物窃盗被害、作物泥棒ですよね、それが大変増えているそうであります。茨城県では、今年に入って74件被害がありまして、窃盗団はトラックやらそういうものを使ってですね、プロですね、泥棒のプロたちによる作物被害が大変増えております。で、捕まえてみれば大概が不法滞在者のグループでありまして、盗むもの、裁くもの、現金化するもの、こういうふうにですね、分業化された犯罪組織が各地で発生していると、どんな田舎にもあると、そういう話であります。不法滞在者、すなわちですね、入国したのに出国が確認できない外国人は現在25万人いると、されておりまして、今も年々増え続けております。不法滞在になると、それを雇ったお店や企業も罰せられます。不法滞在者を増やす大きな原因となっているのが外国人実習制度であります。去年は外国人の実習生が9006人失踪しております。行方不明になっております。これがそっくり不法滞在者となってですね、地下に潜伏する不法滞在者を大量に作っているのが外国人実習制度であります。自民党は日本の治安よりも農家の皆さんの安心よりも不法滞在者を増やす外国人実習制度をやめようといたしません。それどころかですね、実習制度という名前を変えてですね、もっと悪くするそうであります。3年間実習した後は日本に残って普通に労働者として働いてもらう、こんなことを発表しておりました。皆さん、日本人の給料下がっちゃいますよね。労働力の輸入をすれば、労働力の供給が需要を上回るわけですから、日本人の給料が上がりません。それをですね、一生懸命やっている自民党は、労働力を安く使いたいという企業の要請しか聞いてないじゃないですか。農家にも散々被害が出ているじゃないですか。被害に遭われた農家の皆様は、不法滞在者を増やし続けるですね、外国人実習制度、これを続けている自民党を恨んでください。外国人実習制度がある限り、大規模で大量で根こそぎな作物泥棒は減らないでしょう。増え続けることでしょう。今は25万人の不法滞在者も、すぐに30万人、40万人、50万人とこうなることでしょう。そうするとどうなるか、アメリカの話ですけれども、不法滞在を合法滞在にしろ、こういうふうなことを言ってきますよ。それでですね、いやいや不法滞在者は強制送還するんだよって言ったトランプが、極右だのですね、差別主義者とかですね、散々叩かれておりましたけれども、当たり前のことを当たり前に主張すると叩かれる、こういうふうなことがいずれ日本にも起こると思います。自民党は不法滞在者を増やし続ける外国人実習制度をすぐにやめるべきだと思います。米国からも奴隷輸入だ、人身売買だ、名指しで指摘されてますからね、国家の恥であります。自民党は実習制度をやめるべきだと思います。